スティーブ・ン・イエム・グリアはアメリカ合衆国の元医師で UFO 研究者。グリアはセンター・フォー・ザ・スタディオブ・エクストラテレストリアル・インテリジェンス l 及び隠蔽された UFO 情報を暴露する UFO 機密情報公開ディスクロージャープロジェクトを設立した。グリアは1955年にシャーロットに生まれた。グリアは8歳頃に UFO を間近で見たといい、この体験が 後の UFO 研究へと借り立てた。彼は超越瞑想の教師として訓練を受け、瞑想団体の長として活動した。グリアは1987年に東テネシー州立大学、ジャームズ・ H クイラン医学校を卒業。1988年にマウンテン・エリア・ヘルス・エデュケーション・センター、ノースカロライナ大学でインターンを修了し、1989年に バージニア州の医師免許を得た。同じ年に、アルファ・オメガ・アルファ名誉医学会へ入会した。1990年に、クリアは、地球外文明へ接触するための外交面、研究面での主導権を得るために、ザセンターフォザスタディオブエクストラテレストリアル・インテリジェンスを設立する。1993年、クリアは、ディスクロージャープロジェクトを設立する。 これは非営利の研究計画で政府の UFO、地球外知性、先進的なエネルギー技術と推進技術に関する情報を一般に公開することを目的としている。ディスクロージャープロジェクトは政府の UFO 関連機密情報を共有することで安全保障に対する制約を破ることになる政府の内部告発者に恩赦を与えるための努力の一つであった。グリアは同年。 CIA 長官のジェームズ・ウール・ジーに接触して状況説明を行ったとされる。1994年10月にクリアはラリー・キングのテレビ番組ザ・ユーフォー・カバー・アップに出演した。1995年にはクリアはコールドウェル記念病院で救急救命室部門の部長医師として勤務していた。1997年4月クリアはアポロ計画の宇宙飛行士 エドガー・ミッチェルを含むチェーティの構成員とともに連邦議会の議員に向けて状況説明会を行った。1998年、クリアは救急救命室の医師としての経歴を諦めディスクロージャープロジェクトに専念することになった。2001年5月にクリアは ワシントン市のナショナルプレスクラブで記者会見を行い、退役空軍軍人、元連邦航空局当局者、元情報部当局者ら、総勢20名による証言を発表した。2002年のオレゴンデイリーエメラルド市による報告では、グリアは120時間に及ぶ UFO 関連の証言を数々の政府関係者から集めており、その中には宇宙飛行士のゴードン・クーパーや、 順章も含まれていた。2013年4月29日から5月3日にかけてナショナルプレスクラブにおいてディスクロージャーに関する市民公聴会が開かれ、グリアは40名の証言者の一人として参加した。2013年にグリアはドキュメンタリー映画シリウスを共同制作した。これは彼の地球外生命体及び政府の隠蔽工作に関する仕事と理論に関する 内容である。監督はアマール・カラカ、朗読はトーマス・ジェインである。クリアの2006年の調作 ufo テクノロジー隠蔽工作の内容を含んでおり、政府と軍の元関係者らによるインタビューが収められている。映画は2013年の4月22日にロサンゼルスで試写された。シリウスはまた15センチメートル超の人間型骨格。 アタカマヒューマノイドに焦点を当てて、画像や DNA 解析の結果を紹介している。グリアは、これが地球外生命体の証拠だと考えていたが、後に遺伝的な証拠によってこの骨格は人間の子供の骨格であり、推定ではまだ数十年しか経過しておらず、母親は南米チリの現地住民である可能性が最も高いとした。ありがとうございます。